官を守っていた芝氏巨匠石田三成は信じがたい光景を目にしていた。英雄たちが奪旗とともに攻め寄せてきたのである。さらに芝氏は敵軍の中に最も身近な者の姿を見出していた。弟の芝生である。弟は何らかの事情を抱えているのだろう。しかしそれは自分に課された使命と関わりのないこと。芝氏は仲間たちの先頭に立ち迎撃の体制を整える。信念のもと動くならばその強さを戦場に示せ。認め信じるからこそ苛烈にぶつかることもある。工作す奪旗と組んで攻めてくるとは腹が読めんな。向こうには芝生もいるみてえだな。話し合いでどうにかできたらいいだども。奪旗はかつてオロチの参謀を務めていた。将は何故あの女に組みしているのか。だが理由がどうであれ剣を取る以上は敵。将らの言い分は戦場にて問おう。お前がそれでいいなら俺も依存はない。容赦なく叩き潰すまでだ。グズグズしてはおれん。行くぞ。先導が人をたばかり兵を起こすか。ダッキー、何が狙いだ。向こうには変な奴らじゃねえ、普通の奴もいるぞ。なんでだ。おいらたち普通の奴とも戦わなきゃならねえだか。ショウ、何が起きようとしているのか。今はこの刃で問うほかあるな。行くぞ。敵にどんな意図があれ打ち砕くまでだ。奪旗とそれに組みする者どもを撃て。いやん、宗師さんからやる気満々。皆さん、私をしっかり守ってね。奴らが奪旗に組みする意図、私の剣にて見極めてやろう。玄明、奪旗は農館に籠城中とのこと。小ざかしいこと。運艇を設置する。工作兵を呼べ。工作兵はすぐには来られない。今は前線の砦を堅守するのだ。冷たい剣を取れ。容赦をせよ。さ、なぜダッキーに首しているこの状況でゆっくり説明できるか。とっとと降伏したらどうだ。ことは理由もなくバカどもに降伏などできる。くそ、こんなとこまで来て何やってんだ俺は。オイラにも任せろ。伝令、侵入路が封鎖されています。工作兵進軍できません。工作兵が立ち往生しているようだ。我々は侵入路の確保に向かうぞ。工作兵は任せた。私は陽動によって敵の目をそらす。私が出る。俺が行こう。私の知略に勝てると思いか。クズが引くことがそのまま負けではない。もう終わりか。弱い敵将だ。
確保しただよ。これで工作兵が来られるぞ。ご主人、ありがとうございました。これより運転設置の準備に向かいます。渦が渦が出てる。なんてね、今よ、やっちゃって。敵も無能の寄せ集めではないようだ。クズが。あら、おやりになるようです。あの兵たち、何やら不穏ですね。毒のある花は私が散らしましょう。クズが。クズが。よく働く者だ、一年。容赦はせん。散りゆく美しさなど私には不要です。敵将討ち取った。容赦はせん。ここを通りたいの。だったら私を倒してからにして。容赦はせん。元気。お前まで奪起についた。何を考えている。資源は何も言わずに道はちょっと…ありません。残念だけどここは引くしかなさそう。運転がかかっただよ。容赦はせん。すげるぞ。容赦はせん。敵将討ち取った。ワカメが身の程を知ることだ。げ、兄上、一体ここから。将、お前の真意見極めさせてもらうぞ。クズが、さあ、クズが。さすがは父上、兄上、総妃様、一筋縄ではいかないか。クズが。もしかして追い詰められちゃってる。みんな早く戻ってきて。今がこう。クズが。援軍、敵本陣に攻め込め。クズが。僕に壊す。邪魔だから道を開けて。クズが。悪鬼を捕らえよ。立ちふさがる者をまとめて撃て。クズが。バカの相手をしている暇はないのだよ。クズが。ふだされるのと打たれるのどっちが好み？いやー、負けちゃった。お前たちの目的聞かせてもらおう。めんどくせとは。
もう言わせん。説明してもらうぞ、将。この戦いの勝利、俺の答えなどない。ほう、将よ、お前たちは未来から来たと。ええ、説明は少し面倒なんですが。手間を惜しむな、将。お前のなすべきことは分かっていいよ。信じてもらえないかもしれませんが、この後、人間は強大な敵によって敗北します。その未来を変えるために、兄上たちの力を借りたいんです。荒唐無稽な話だが、将、その言葉、信じるとしよう。兄上。どうせそのようなことだろうと思っていた。宗妃と曹操は動けんが、俺たちが協力しよう。宗妃様と父上がお前の言葉に重きを置いた証だ。せいぜい期待に応えてみせろ、将。やるでは。お見事。